アマゾンと戦うヘイラクレース、紀元前530から520年頃のアッティカの黒い色壺へヒッポリュテは、ギリシア神話に登場するアマゾンの女王である。長母院を省略してヒッポリュテとも表記される。ヒッポリュテが持つアレースの帯がヘイラクレースの12の工業のうち9番目の課題の対象となった。ヒュギヌスではヒッポリュテは、 アレースとアマゾーンの女王をオトレーレーの娘とされる。以下は主としてアポロドーロスに基づく。ヒッポリテ帝はテルモードオン菓子に居留するアマゾーンたちを支配していた。彼女は第一人者の印としてアレースの帯を持っていた。エウリステウスの娘、アドメー帝がこの帯を欲しがったため、ヘーラクレースは勇者を募り、船でコアジアの国会のほとりに向かった。この時、 ミオラオス、テラゴーン、ペイレウス、テイセウスらがヘイラクレースに従ったという。ヘイラクレースがテミスキューラの港に入ると、そこへヒッポリュテイがやってきて、彼らの目的を尋ね、案に相違して、帯を与えると約束した。これには、ヒッポリュテイがヘイラクレースを好ましく思った、またはヘイラクレースがヒッポリュテイの姉妹、メラニッペイを捕虜とし、 この引き渡しの交換条件として帯を要求したという説もある。この時点でヒッポリテはすでに帯を渡したとも言う。しかし、女神ヘイラーがアマゾーンの姿をとり、女王が門を開かされようとしていると触れ回ったため、これを聞いたアマゾーンたちが帰乗して港へ駆けつけてきた。武装したアマゾーンたちを見て騙されたと思ったヘイラクレースはヒッポリテを殺して帯を奪い、 殺到するアマゾンたちと戦って、これを退けた。ヘイラクレースはティーユンスに帰り着くと帯をエウリュステウスに渡し、エウリュステウスは娘のアドメーテーに譲った。後にヒッポリュテーが持っていた斧は、ヘイラクレースが奴隷として使えたオムパレイに送られ、リューディアの紋章となった。同じくアポロドオロスの適用によると、 ヘイラクレースのアマゾーン遠征に参加したテイセウスが一人のアマゾーンをさらった。さらわれたアマゾーンの名は一般にアンティオペーとされるがメラニッペーまたはヒッポリテーあるいはグラウケーとする説もある。このためアマゾーンの大軍がアテー内に押し寄せアレースの丘に陣取った。アマゾーンたちの指揮を取ったのはアンティオペーの姉妹のオーレーティュアでスキュティア人と同盟したという。 4ヶ月間に及ぶ激戦の結果、アテーナイが勝利した。このアマゾンとテイセウスとの間にヒッポルトスが生まれた。しかし、後にテイセウスが右のオスの娘、パイドラーと結婚した時、彼女は他のアマゾンたちと共にテイセウスを襲った。彼女はこの戦闘でテイセウスに殺された、あるいはアマゾンたちの襲撃を知った、テイセウスの仲間が急いで扉を閉め、 屋内で彼女を殺したとも言う。別の説では、彼女はテイセウスの側についてアマゾーンたちと戦って死んだ。またはペンテシレアが誤ってヒッポリテイを殺したともされる。ヒュギーヌスはナウボロスの子イーピトスの妻としてヒッポリテイの名を挙げている。このヒッポリテイとアマゾーンの関係は不明である。イーピトスの子にスケデオスとエピストロポスがある。 二人はヘレネーへの求婚者であり、船40艘を引いて、トロイア戦争に参戦した。スケリオスはヘクトールに撃たれた。ありがとうございます。